笑いコンビ、平成ノブシコブシ吉村、隆が、念願の CM 契約をゲットした。タレント、みちょぱと一緒に行っている、YouTube チャンネル、みちょぱ、吉村のまぶまぶ TV を11日に更新。みちょぱは通信キャリアなど、携帯基地局工事や、保守業務を取り扱う、バディネットの、イメージキャラクターを務めているが、このほど吉村も、同社と契約することになった。動画はドッキリ形式で進行。現在 CM 起用ゼロの吉村は、何も知らずに同社を訪問。そこで同社の堀礼一郎社長からサプライズで CM オファーを受けた。驚いた吉村は、ちゃんと私のこと調べてくれました？とぽつり。吉村といえば TKO 木本武宏の投資トラブルの被害者として名前が挙がっている。みちょぱから CM をやる覚悟はあるのかと問われた吉村は、再度いいんですか、私で僕は悪くないんですけど、定期的にニュースになるんですよと確認。これに堀社長は、何かあれば私が責任を取りますので、できるだけ騙されないようにしていただければと回答。この言葉を受け、吉村は、ぜひお願い、しますと満面の笑みで応じた。今後、吉村とみちょぱは、同社スタッフと共に CM 企画会議から参加。その模様を、YouTube チャンネルで随時配信していく。